どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。榊龍也です。さあ本日なんですが、暴露剣士イグニスタープロミネンスついに降臨ということで、龍剣士最強のフィニッシャーですね。こいつを使っていきたいなと思います。こいつはねめっちゃ強いんですよ。ちょっと出しにくい点が、ペンデラムモンスターをヒチューナーの方で要求してるっていうことくらいで、まあ基本的に組み合わせは何でもいいんですよね。チューナープラスチューナー以下のペンデラムモンスターであれば何でもいいと。で、これを、まあ、出していく構築はちょっと後で説明するとして、こいつの効果ですね、これすごい強くて、このモンスターまず、1番目の効果マジでやばいんですよ。1ターンに1度フィールドのペンデラムモンスター1体またはペンデラムゾーンのカードを1枚対象に取って、そのカードを破壊してフィールドのカードを1枚を選んで持ち主のデッキに戻すと。ですね、これ自分のペンデラムモンスターじゃなくてもよくて、その相手のペンデラムモンスターを破壊しながら、または相手のペンデラムゾーンのカードを破壊しながらフィールドのカードを1枚選んでデッキに戻すとかいう、マジでやばいこと書いてあるんですよね。だからペンデラム対ペンデラム相手に対してマジでやばいことが起きます。はい、相手のカードをこいつ出せば2枚除去できるみたいなねことが起きるんですよ。でさらに、1ターンに1度、これもしねペンデラム相手じゃなくても自分でコストを用意できて、1ターンに1度自分のメインフェーズデッキから、龍剣士モンスター1体を守備表示で特殊召喚すると。でこの効果で特殊召喚したモンスターはシンクロ召喚の相談にはできないけれども、コストにはできます、1番の効果もね。なのでまあ相手のデッキがペンデラムじゃなければ基本的にイグニスタープロミネンスを出して、でコストでマスター、ペンデラムを供給して、でそいつを叩き割ってなんかその相手を除去したり、まあ普通にペンデラムゾーンのカードをね貼っておいたペンデラムゾーンのカードを破壊して、割っていったりとかデッキバウンスしたりっていうことができますと。こいつが本当に強いんですよ。まあやっぱり今までのね龍剣士、新しく追加された龍剣士とかいくつかいるんですよ。これとかマジェスター、パラディンとか、これマジェスペクターとの合体なんですけども、マジェスターパラディンとか、あとこのダイナスタ、パワフルとか、こいつらはアタッカーとしてはやっぱり運用できないんですよね。やっぱアタック攻撃をしていく効果じゃないので、基本的にサーチしたりとか固く耐性を持たせたりとかっていう効果なんで、あんまり自分から攻撃はいけないんですけれども、こいつは完全にアタッカーなんですよ。はい、なのでこいつを今日は出していく、そういう構築にしてきました。こいつをちょっと使ってみたんですけども、入れてちょっとあんまり活躍しなかったので抜きました私は。はい、デッドレシーンの方が強いで、どういう風な出し方をしていくかっていうと、まあもちろんね龍剣士と一緒に、まあ、新居紹介していくのが基本だと思うんですよ。例えば、まあ、龍剣士マスターペンデラムをラビット、レツキーラビットとかで出して、まあライブラを、まあ、特殊召喚して、こいつ中7なんですけどレベル4の、こいつを出して、まあ、ここで進行召喚していくとかっていう効果も、効果っていうか使い方もできると思うんですけども、やっぱね一番ね今のデュエルリンクスのペンデラム、テーマの中で、まあ、展開力に優れていて強いデッキってやっぱオットアイズなんですよね。でオットアイズを展開しながら、こいつレベル7なんでレベル1の中南がいれば出せるんですよ。だから今日はねバレブに頑張ってもらいます。はい、バレブはねこれ何が強いかっていうと、結構オットアイズって2体3体並ぶじゃないですか。だから2体並ぶともうバレブ1回で2回仕事する中南なんで、2体出せますイグニスターが。これすごい強いです。まあちょっとねこのデッキの弱点を先に言っとくと、もう妨害がきついんですよね。もう妨害を踏み越える力がなくて、まあ、月の書とか狡猾とかああいう系のカードを踏み越える力がないので、まあちょっとね、まだちょっとイマイチかなとは思うんだけれども、通ればね効果っていうか展開が通ればめちゃくちゃやばいこと起きて、まあ例えばペンデラムスケールにセッティングして、でペンデラムモンスター、まあ、2体出すわが、まあペンデラムドラゴンとアークペンデラムとか出して、でバレブ召喚したらもう相手のカードを2枚選んでバウンスすることが決定するんですよ。これめちゃくちゃ強いです。はい、なのでちょっと今日はねそんな動きをいくつか取ってきたんで、ご覧いただければなと思いますんで、早速やっていきましょう。でスキルはペンデラムゲイザーにしてまして、星読みの魔術師があれば、まあ、ペンデラム回収できるようになってるんだけど、まあ、ここちょっとペンデラムゲイザーじゃなくて対戦中はなんだっけペンデラムブースターっていう打点が上がるスキルになってることもあると思うんですが、ご了承ください。早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、女王の内か、分かる、レッドアイズかな。天空の交際はとりあえず来てくれたんで、まあ許しましょう。これは天空の交際の効果こそ、天空の交際によるオットアイズペンデラムドラゴンを爆破し、オットアイズアークペンデラムドラゴンを手段加える。そして、オットアイズアークペンデラムドラゴンをペンデラムスケールにセッティング、オットアイズペンデラムドラゴンのペンデラムスケールにセッティング。これで、5から7のモンスターが同時召喚可能。ペンデラム召喚入れろ、魂のペンデラム、天空にかけ光のワーク、
ペンデラム召喚、オットアイスペンデラムドラゴン、さらに、これはダッシュに行っていいか、グローアップバルブを召喚、そしてレベル7のモンスターにレベル1のグローアップバルブをチューニング、新規の召喚、バクル剣士イグニスタープロミネンス、燃え上がれプロミネンス、そしてプロミネンスのモンスター効果発動、プロミネンスがモンスターの効果によって、デッキから竜剣士モンスター1体をデッキから特殊化することができる守備表示で、よし、これターン終了。ちなみに出したモンスターはシンクロ召喚するには使えない。オットアイズペンデムドラゴンの効果、星読みの魔術を手札に加えながら、さらに、オットアイズアークペンデムドラゴンの効果によって、オットアイズペンデムドラゴンが破壊された場合、オットアイズアークペンデムドラゴンはデッキから特殊召喚できる。よし、非常に強力。よし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 、いいぞ。これはなかなかいい先行展開だ。まあ言うて相手ターンの妨害なんもないですけどね。相手ターン動くかどう1ミリもないっていう。まああの攻撃するデッキは大体そういうとこありますから、しょうがないですよ、はい、レッドアイズ、ああオッケー、レッドアイズ、まあ普通にやられるのはしょうがないわ。どれやられたところでね、バレブを蘇生できれば俺は問題はない。ちなみにバレブ3積みしてもいいかなと思ってるんですけど、なんか3積みすると3積みしたで、なんかバレブしか来ないみたいな時あって、なんかバレブの枚数めっちゃ面白いですよね。サーチないんでバレブは。ただなんかそのライブラをライブラ軸であのなんかシンクロ召喚していくの弱いんですよ。やっぱね、バレブが最強なんだよな。サーチないけど、レッドアイズスラッシュドラゴンの効果で、それがはい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 、いいよ、全く問題ない、全く問題ない。俺のターン、ドロー、螺旋のストライクバースト、あ強いね、螺旋のストライクバーストは強い。これでも結局対象に取るんで、一応あれですな、スラッシュで無効にはされちゃうんだよな。まあ、あの癖カードが何なのかによるんだけど、まあ、大体ソセルダなんだよね、レッドアイズって。これで効果とか言われたら死ぬけどね俺、普通に。もう行くしかないんだよな。でも先に、まあでも螺旋のストライクバースト打つにやまないから、とりあえず天空の交際でオットアイズアークペンデラムを破壊しながら、まずサーチして、でアドバンテージ稼ぎに行こう。でオットアイズペンデラムドラゴンも加えながら、アークペンデラムの効果でもう一回アークペンデラムが出てくる。はいはい、ここまではテンプレ。ここからよ、問題は。まずバレブを特殊召喚、ここでなんかある。さあバレブの効果、墓地から蘇生することができる最強のチューナーモンスター。ちなみに OCG では禁止カード、グローアップバレブを特殊召喚で、レベル7のオットアイズペンデラムドラゴンに、あーアークペンデラムドラゴンにレベル1のバレブをチューニング、燃え上がれバキド剣士イグニスタープロミネンスを新規の召喚。あでも通りそう、通りそうじゃない、なんか通りそうなんだが、まあ、とりあえず出していきましょうやつを。これなんか効果数が打たれても一応ギリギリ多分でなんとかランク7くらいはいけると思うわ。あー凱旋か、あじゃあいけるな、じゃあいける。凱旋なんで今発動した。あまああれか、なんかあれかな、あの除外されると思ったのかな。竜剣士マスターペンデラム、そして化ける剣士イグニスタープロミネンスの効果、一ターンに一度フィールドのペンデラムモンスターまたはペンデラムゾーンのカードを破壊し、お前のフィールドのモンスターいやカード1枚を選んでデッキにバウンスさせてもらう、帰れ。やつえつえデッキバウンス最強すぎる。そして螺旋のストライクバースト、フィールド上にオットアイズカードが存在する場合、相手フィールド上のカードを1枚選択し破壊することができる。これはレッドアイズブラックドラゴンを破壊、そして星読みの魔術師をペンデラムスケールにセッティング、そしてペンデラム召喚、これデッドリーでいいや。現れろ竜剣士マスターペンデラム、そしてレベル4のモンスターが2体でオーバーレネットワークを構築、エクシーズ召喚、現れろナンバー870デッドリーシン、デッドリーシンのモンスター効果発動、オーバーレイユニットを1つ使い相手フィールド上のモンスター1体を選択し、エンドフェーズいや相手のスタンバイフェーズまでゲームから除外する、バトルフェーズ、これが新竜剣士デッキバトル、いけダイレクトアタック、そして爆竜剣士ダイレクトアタック、やっぱ俺ってカードに選ばれてるぜ。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、俺様のエンタダメな、テンション低い方のマンドさんね、はいオッケー、アークペンデラムペンデラムスケールにセッティング、そしてオットアイズペンデラムドラゴンをペンデラムスケールにセッティング、ペンデラム召喚、現れろ
オトワイス、アーク、おい、押すね。オトワイス、アークペンデラムドラゴン。そして、グローアップバルブを攻撃表示で召喚。グローアップバルブをチューニングしていく。イグレスター・プロミネンス。あんまり先行で出すモンスターじゃないんですけどね。あんまり先行で出すモンスターじゃないんですけどね。ちなみに一応、シンクロスターにできないので、出てきたマスターペンデラムと一緒に、バルブでシンクロとかはできません。リンク召喚の素材にはできますけどね。はい、で、オットワイズ・ペンデラムドラゴンで、ライブラの魔法陣もあるんだが、星読みの魔術師でさすがにいいでしょう。まあ、1なんでね、スケールが。で、オットワイズを創生しておこう。よし、まだまだよし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 。で、相手ターンの妨害0枚。相手ターン0妨害。今時さ、相手ターン0妨害デッキなかなかないよね。サイクロン、何？うわ、俺のアークペンデラムか。くそ、許せねえ。絶対に許さない、ドンサンさんと。カードを伏せる。はい。モンスターを伏せる。はい。インフェルンティ・インフェルノかなんかですかね、スキル。どうする？インフェルンティ・インフェルノとかそっち系かもしんないな。オットアイズ・ペンデラムドラゴンが来た。え、なんか知んないけど、これプロミネンスの方が発動していいの？これこれなんか無効にしてくるみたいなとこある。ホーリーライフバリアとか入ってかもしんないんだよな。でもな、でもホーリーライフ入ってたらさ、蘇生的なくね。とりあえずイグニスター・ペンデラム、あ、間違えた、プロミネンスの効果、ペンデラムモンスターを叩き割ることによって相手フィード上のカードを1枚選んでバウンスさせてもらうぜ、デッキに。さあ、しっかりとテキストを読むことだな。最近のカードはテキストが長いから、ランク戦でもこれ新しいカードを使うと大体相手が制止するぜ。静止画かなっていう。お、あれテキスト読んだ上で何もしない？あれそんなことでいいんですか？あれ分からしちゃうけど、グローアップバルブの効果と、グローアップバルブの効果により墓地からさらに蘇生して、そしてレベル7のアークペンデラムにレベル1のグローアップバルブをチューニング、新規の召喚、あらあらの爆竜剣士イグニスタープロミネス。そしてプロミネスのモンスター効果発動、このカードにターン制限はついていない、名称指定のな、名称指定ターンじゃついていない。そしてプロミネスの効果発動、ペンデラムカードを爆破することによって相手のカードを1枚選んでデッキにバウンスさせてもらう。君も僕のファンになったかな。さあ、お相手の方、採用たくま。なるほど、最近採用たくまなんだろうな、トラミットとかですかね。まあ、ハービーの金は修正されるんで、なんか光の結界とかで使ってる人いるかもしれないけど、まあ、デッキバレちゃうのがね、やっぱ若干あれですよね。まあ、バレたところで強いけど、とりあえず天空の交際は脳死発動を、アークペンデラム言うからこれいつも通りの手がいい、ストライクバーストでオットアイズペンデラムドラゴンを手札に加えていく。で、アークペンデラムを発動、ペンデラムスケールをセッティング。そして、オットアイズペンデラムドラゴンをペンデラムスケールにセッティング。そして天空の交際の効果を発動、天空の交際の効果によってオットアイズペンデラムドラゴンを爆破し、オットアイズペンデラムドラゴンを手札に加える。そしてアークペンデラムの効果を発動、破壊された場合敵からオットアイズカードを1枚手札、特殊召喚することができる。そしてグローアップバルブを攻撃表示で召喚、レベル7のオットアイズアークペンデラムドラゴンにグローアップバルブをチューニング、シンクロ召喚、爆竜剣士イグニスタープロミネンス、ペンデラムスケール、オットアイズペンデラムドラゴンを発動、さらに1問 OK、効果発動、イグニスタープロミネンスの効果により敵から竜剣士マスターペンデラムを特殊召喚しておくぜ。ご覧に入れましょう。そしてモンスターを特殊召喚、オットアイズペンデラムドラゴンとアークペンデラムでペンデラム召喚、オットアイズアークペンデラムドラゴン、モンスターを特殊召喚。あ、これ出せんのか。ああ、これいつもエンドフェーズに出したからこうできるのか。あ、強えな。なるほど、これ強えな。ターン終了。これでオットアイズペンデラムドラゴンが破壊された場合、ペンデラムカードを1枚手札に加えることができるぜ。星読みの魔術師を手札に加えさせてもらうぜ。これで一応竜剣士2体展開できましたね。一応ね、エクシス召喚もね、あのね、場が多分ね広ければできると思います、ね、多分全部あの竜剣士出すことはできると思います、多分全ての竜剣士を一旦で、場がもうちょっとあれば多分いけます、ね、ソーライクシェンジ、はい、ソーライクシェンジ、なるほど、自爆心コカパクアップとかいうやばいの落ちたぞ。お前何デッキやそれ、何デッキやねん。
結構ね、今結構硬くて、ペンデラムゾーンのカードですね、あのペンデラムモンスターとペンデラムゾーンのカードは戦闘効果で破壊されないよっていう効果あるんで、一応アークペンデラムが破壊されませんと。だからブラックローズドラゴンとかされたらやばいけど、ただ次の開始のターンで一応プロミネンスは出せますね、多分バルブがいるんで。結界 OK。 やばっ、なんかアスラピスクも入ってんじゃん、こいつ何これって。ライトロードサモナールミナス、はい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 、ゾンビキャリア、なるほど、ゾンキャリね、なるほど、なんか面白いっけな。はい、でルミナス、ルミナス特殊、なるほど、ルミナス特殊で、ゾンキャリ効果、なるほど、デッキを1枚、あ、手札を1枚デッキに戻して、ゾンビキャリア特殊召喚することができると。はい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 、なるほどなるほどなるほど、今んところよくわからん。天聖竜サンサーラ、あ、これ蘇生できますね。あれ、これもしかしてあれですか、なんか天才ムーブみたいなのしますあれ、これ自爆特攻する気満々だな、こいつ。なんか攻撃表示出してるぞ。ルミナス、なるほど、ルミナス効果、ライデン、はいはい、え、なんかすげえ強いんだよ、何このデッキ、なんか死んねえけどやばいことされてる。はい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 、ライデン、はいはい、なるほどなるほど。でもこれブラックローズしたら全部死ぬからあんま意味ないよね。はい、これ何が出てくるんですか。ああ、ミカエルか、なるほど、ミカエル、まあ、ミカエルは食らいますわ。対象にとって除外するは、全モンスターくれますねこれ、あの対象耐性があるわけじゃないので破壊されないだけだって、除外とかバウンスめっちゃ効くっていう。あー、ゴリュウさんゴリュウさん、サンサーラ、え、これやばい、やばくね、これもしかして最強モンスター出てる、これサンサーラで何を、うーわ、出た、最強すぎやべえ、マジで強い、なんだと。